アルフレッド・コージブスキー、前線への大砲の出荷を進める調整を行った。彼はまた、ポーランド系アメリカ人の聴衆に、前線の状況を説明し、戦時交際の販売促進も行った。戦後、アメリカに残ることを決め、1940年に帰化。彼の最初の著書マンフット・オブ・ヒューマニティは1921年に出版された。 この本の中で彼は人類に関する新たな理論の詳細を記述している。それが時間結合を行う生命としての人類である。彼の最大の業績は一般意味論と呼ばれる規範を確立したことである。コージブスキーが明確に述べているように一般意味論は意味論とは全く異なる。一般意味論の基本原則は1933年に出版された科学と 正気に詳しい。1938年、コージブスキーは、インスティチュート・オブ・ゼネラル・セマンティックスを設立した。コージブスキーの一般意味論を簡単に説明すると、人間が神経系の構造と言語の構造によって、制限されていると主張するものであった。人間は世界を直接体験することはできず、何らかの抽象化が介在する。我々の認識と言語は、 事実を誤認させることがある。実際に起きている事象と我々が理解している事象の間には構造の相似性が欠けている場合がある。彼は抽象化を意識する訓練が必要であるとし、彼の数学と科学の知識から訓練方法を構築した。これを彼は抽象過程への自覚と呼んだ。彼の体系は、例えば私は知らない。 だから見てみようといった態度を取ることによって世界に相対してより良い発見を得て現代科学が示す現実を世界観に反映させるなどの手法が含まれる。コージブスキーの支持者と批判者が注目したのは一般意味論の体系全体ではなくコージブスキーが B 同士についていった単純な問題である。しかし一般意味論がベースとしているのは抽象化の段階の違いとか 中小過程への自覚の定式化などである。コージブスキーは B 同士の使用に反対したとよく言われているが、それには不幸な誇張がある。彼は同一性を示す B 同士や断定の B 同士が構造的に問題があると考えていた。例えば、ジョーイズ、A フールという文である。コージブスキーの体系では、ジョーに対する他人の評価は、ジョー自身よりも高い性を持つ。 コージブスキーの対応策は同一性を否定することである。例えば、さきの例では、ジョーは我々が彼をそう呼ぶものではないということを常に意識すべきであるという。我々は言葉の領域ではなく、言葉以外の領域でジョーを見出す。これを表すコージブスキーの最も有名な言葉が、地図は現地ではないである。地図は現地ではないという文には、 B 同士が is not という形で使われている。この例は彼が B 同士を完全に破棄すべきものとは考えていなかったことを示している。実際彼は助動詞としての用法や存在や位置を示すための用法には何の問題もないとしていた。B 同士の問題のある使い方も構造的な問題を意識した上で使う分には問題ない場合もある。 ある日、コージブスキーは学生たちへの講義を突然、中断し、白い紙に包まれたビスケットの包みを、ブリーフケースから取り出すと、何か食べたかったんだなどとブツブツ言い、前列に座っていた学生たちにビスケットを勧める。うまいだろうとコージブスキーは言い、二枚目をつまんだ。学生たちは元気にビスケットを食べている。するとコージブスキーは、ビスケットの包みを追っていた白紙を取り払って、 本来のパッケージを見せた。そこには犬の絵が大きく描いてありドッグクッキーズの文字がある。学生たちはそれを見るとショックを受け、二人の学生が手を口に当てて教室からトイレへと駆け出した。コージブスキーは言った。皆さん、これで分かったでしょう。人は食べ物を口にするときに言葉も食べていることを示したのです。食べ物本来の味はしばしば言葉の味に劣ります。 見たところ、彼の冗談は、現実と現実を表現する言語との混乱や、合成が人間の苦悩を生むことを示したものであろう。ホージブスキーの業績は、ゲシタルト療法、論理療法、及び、神経言語プログラミングに影響を与えた。1940年代から1950年代に、渡り、影響を受けた有名人として、アルバート・エイリス、グレゴリー・ベートソン、 バックミンスター・フラー、ダグラス・エンゲルバート、アルビント・フラー、ロバート・エ・ハインライン、エルロン・ハバード、エイ・イ・ン・ボークと、ロバート・アントン・ウィルスンなどがいる。和書洋書いずれも英文。ありがとうございます。